え、剣術をですか？はい、なのです。ぜひとも神様のその技、僕にも教えてください、なのです。それは。王家、言っている意味が分かっているのですか？あなたは仮にも、この古出神社の巫女。巫女とは本来、殺生などの汚れを最も忌み嫌うべき立場のはずです。それがなぜ、人斬りの道具の技を磨きたいと？お願いなのです。神社に泥棒が入らないように、僕も剣術を学んでおきたいのですよ。泥棒？この村にも最近、外から移り住んできた人が増えてきました。人を疑うのはよくありませんが、せめて万一の時のために、僕の身は僕自身で守る術を身につけておきたいのです。ダメ？なのですか？いえ、ダメというわけではありませんが、今でも私があなたの身の安全を守っているつもりです。その必要はないのではありませんか？でも、神様も時々この村を留守にすることがありますです。神様にも大切な仕事があるのですから、いつまでも頼りきりは良くないと思ったのですよ。王家、その剣を抜いて私に切りかかってきなさい。え？さあ、王家。お。かかってきなさい。やー！よく覚えておきなさい、王家。剣術とは、己を守るのではなく、相手を殺す技です。そして、稽古の最中に、相手かその周囲の者、あるいは自分自身をも傷つけ、最悪の場合、命を奪うこともある。ですから常に、相手を傷つける覚悟を持っていなければならない。生半可な気持ちで、やれるものではありませんよ。いいでしょう。さあ、いつでもかかって。なのですよ、ニパー。
もう一度、もう一度なのです。今度は、もう少し上手に。わかりました。そこまでの覚悟なら、受けたまわりましょう。ただし、女子とか幼子だからといって、容赦はしませんからね。え？じゃあ。それから、言った以上は途中で投げ出したり、弱音を吐いたりすることは許しません。心してきなさい。いいですね。は、はいなのです。信じられない。偶然？それとも、まさか。